皆様、こんばんは。みんな、大好きウォンニャス速報のお時間です。10月20日、金曜日もウォンニャスの女神、ニャス姫にお付き合いくださいね。ウォンニャス速報の後は、気になる韓国経済ニュースをピックアップするので、最後まで視聴するのよ。これは、お姉さんとの約束よ。では、最初はウォンニャス速報からね。記事のタイトルを読むわよ。韓国証券市場、ウォンニャス速報、開幕は 1356.60。歓銀、必死の介入で1350防衛か。では、ツッコミを読むわよ。韓国証券市場、今日、時間外で1360突破したウォン。歓銀はウォン安を食い止めるのに必死だったようだ。今日のチャートを見たら、一発で介入しているというのが、よくわかるという。本当、無駄にドルを使うという。さらに、米国の長期金利が16年ぶりに 5% 台についてるのだから、ウォンが高くなるなんて本来ありえないという。それはいいとして、長期金利 5% はとんでもないことだ。だから、日経平均も下がっている。まずはそれを見よう。日経平均は 31,259円36銭。マイナス171円26銭。トピックスは 2255.65。マイナス 8.51 ポイント。このように、日経平均は3万1000円を割れるまで見えてきた。しかも、ドル円は150円を再び超えそうという。だから、韓国ウォンが高くなるなんてありえないて。大事なことだから、二度言いました。以下略。それではウォン動向に移ろう。開幕は 1356.60。では、チャートをどうぞ。今回も録画したチャートを貼るわよ。スタートは、1356このまま米長期金利上昇で、早速ウォンは売られていく。そして、1359ウォンまで下がると、ここから急に反転である。どう見ても韓銀が介入して、ウォンを上げているチャートだ。今日は気がつけば金曜日。週末だから1350ウォンに抑えたい。そんな思惑かもしれないが、これはやりすぎだろう。12時頃には1356ウォン。ウォンはまだまだ上昇していく。異常な上がり方に愛犬のジョニーもびっくりだ。このままウォンは上がって1350まで到達。マジかよ。力技で1350まで押し出したぞ。結果は 1352.4。5.0 ウォン高。しかし、コスピがひどい。2400を切って2375まで下がった。ツッコミは以上。今日の結果を読むわよ。2023年10月20日の韓国証券市場。コスダック指数 14.79 ポイント。下降 769.25。終わりね。総合株価指数 40.80 ポイント。下降 2375.00 終わりね。ウォンドル相場 5.0 ウォン高 1352.4 終わりね。投資主体別売買動向。個人が1121億で買い、外国人が669億で買い、期間が1746億で売り。個人と外国人が買い、期間が売り。韓国債と社債の利回り、国庫債券1年 3.740 マイナス 0.018。国庫債券3年 4.033 マイナス 0.037。国庫債券5年 4.183 マイナス 0.031。国庫債券10年 4.320 マイナス 0.035。会社債 AA、無保証3年 4.838 から 0.034。会社債 BBB、無保証3年 11.231 マイナス 0.035。CD91 日 3.8200、CD91 日 4.200 プラス 0.020、国民住宅一種5年 4.531 から 0.032、金利 5% 台なのに、韓国債の金利は下がってるのか。ドル円、朝の7時は 149.763。そこから少しずつ上げていくが、
ギリギリ150円にはならない。10時頃には 149.938 で反転。ここから上がり出すも、17時過ぎには 149.990 まで下がる。まさに150円に行くか、行かないかの瀬戸際だ。気になるニュース。今回のニュースは、なんと、韓国で公営ホームショッピングで販売された、韓牛商品の一部から、乳牛の DNA が検出されていたことが分かった。おいおい、また新手の詐欺かよ。では、記事を見ていくわよ。韓国中小ベンチャー企業部省に相当参加機関の、公営ホームショッピングで販売された韓牛商品の一部から、乳牛の DNA が検出されていたことが分かった。与党国民の力所属のコン・ミョンホ議員室が、1月9日、公営ホームショッピングから提出を受けて公開した資料によると、公営ホームショッピングが、2021年から2023年9月まで販売または、販売予定中だった商品を公認試験機関に検査依頼した結果、1490商品のうち81件が不適合と判定されたことが分かったという。特に、中速中州武士前に公営ホームショッピングが、一等級韓牛として販売した韓牛プレコギ焼肉から、乳牛の DNA が検出されていたことが明らかになった。この商品は、公営ホームショッピングで2021年3月29日から、今年9月24日までの3年間にわたり97回放送され、約25万3200品、計107億ウォン約12億円の売り上げがあったとのことだ。公営ホームショッピング側の関係者は、本市の電話取材に、乳牛の DNA が検出されたことを確認して、すぐに販売放送を中止した。該当商品に対する再検査を進めている。該当業者側は、作業員のミスで乳牛が一部混入したと、主張していると語った。その上で、この関係者は、該当商品に対して以前調査した時は、問題がなかった。乳牛の DNA が検出された今年8月以降に、生産された商品に対しては、全額返金措置を取る予定だ。また、今回の事故が、故意かミスかを把握するため、該当商品を生産した業者に対して捜査依頼するつもりだとも述べた。ケン・アキヒロ議員は公共機関である公営ホームショッピングを信用して商品を購入した消費者が深刻な被害を受けた。消費者の被害が広範囲なだけに監査員による監査措置が必要だと指摘した。以前調査した時に問題ないからバレないと思ってすり替えたんだろう。よくあることだ。ニュースは以上ね。約12億円の売り上げだからなかなかすごいわね。しかも、公営が詐欺よ。公共機関が詐欺に加担する。作業員のミスなはずないわ。しかし、自慢の韓牛ですら偽物とか。それで誰も気づかないとか。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。そうそう。チャンネル登録もよろしくね。それでは次回。バイバイ。